平日の真っ昼間、裏フープを囲んでいるのはある企業の営業マンたち。せーの、こっちだけ。指で支えたフラフープを全員で息ぴったり合わせ床まで下ろすゲーム。実はこれ会社の立派な研修なんです。新しい年度の始まりで、今一度こうチームの一体感を出したくてこの研修を依頼しました。せーの。彼らが行っているのはチームビルディング研修。難しいゲームに一丸となって挑むことでコミュニケーションが強化されたり相互理解が深まるなど、目標達成できるチーム作りに役立つといいます。みんなで一緒にいろんなことを、一緒のことを考えるってなかなかない経験だったので、すごく勉強になりました。チーム力が発揮できたらすごくパワーが出るんだなというのを感じたので、それは新しい発見でした。今こういった遊びを取り入れたユニークな研修が増えているんです。例えば、情報整理しながら正しい根拠を導き出すことで論理的な思考を学べる謎解き研修や、こちらはなんとチャンバラ研修。作戦を立てて合戦を繰り返すことで PDCA サイクルを体験できたりと、その種類も様々。そんなユニークな研修の企画運営を行っている赤坂さんは、ある効果が期待できると言います。やっぱ見たり聞いたりするものだけだと人間の理解ってあと 5% とか 10% としか、まあ、残らないと言われたりするんですよね。記憶に残るような体験にすることっていうのは研修の中でも決して無駄なことではないと。かつては社訓を読み愛社精神を鍛えるものや、講師から知識を学ぶ座学とグループワークなど、社員育成のため当たり前に行われてきた研修。しかしネットには研修自体を否定する声が。そもそも研修の内容を覚えていない。仕事と研修は全く別なので意味がない。企業がパフォーマンスでやってるだけじゃないの。さらに去年、政治家による海外研修が問題視されるなど、今研修不要論が続出しているのです。今日はそもそも研修は不要なのか、そして今必要な研修とはどういうものなのか考えます。ではゲストをご紹介します。遊びを取り入れたユニークな研修の企画運営を行っている赤坂大輝さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。一方で座学やグループワークを中心とした研修事業を行っている古田聡さんです。お願いいたします。すいません、よろしくお願いいたします。そしてここまでは研修が必要派の方でしたが、ここからは研修不要派となります。サラリーマン歴8年のウィルさんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。赤坂さんから見ていきましょうか。こうユニークな研修というのはどういったものなんですか。はい、まあ、弊社では結構遊びを、はい、テーマにした、うん、研修プログラムを、まあ扱っておりまして、例えば、まあ、チャンバラ合戦ね、はい、合戦を研修に見立てたような、まあ、作戦タイムである軍技と合戦を交互に繰り返すことで、まあ、戦略上必要なこと、戦術上必要なこと、まあ、戦闘上必要なことみたいな形で、まあこうまあ、繰り返すんですよね、まあ、繰り返すことで、まあ、チームビルディングも兼ねながらこう PDCA のサイクルを学べますよみたいなものだったりですとか、あとそのウーダーループっていう即断即決思考っていうね、こう軍隊とかでこう使われているような研修メソッドなんですけど、それをこう学べるような、まあ、そのサバイバルゲームを活用した、まあ、研修だったりですとか、あとはその例えば、ミッション、会社のミッション、ビジョン、バリューとかですね、それとかこう防災とか SDGs みたいなのも知識のインプットもしながら、まあ、謎解き型の
研修をしたりとか、はい、そういったこうなんていうんですかね、こう、まあ、課題に企業の課題に対して、まあ、面白い遊びを、まあ、フィットする遊びをこう一緒に合わせたようなこう研修プログラムを作っている会社。実際従業員はどんな反応なんですか？はい、あ、そうですね、やっぱりこう皆さんこうアンケートも必ず取ってるんですけども、はいはい、まあ、95% 以上が非常に楽しかったとか、はい、あの学びをこう体験できたとか、その後こう座学でね、うん、インプットの時間も一応設けますので、そうですね、そこでこう定着もまあ同時に行うみたいな。一方で古田さんは座学をしっかりとやっていこうというふうな研修されているってことですかね。はい、私がやってるのはやっぱりあの今ちょっともしかしたら評判悪いかもしれませんが、座学であったりとかグループワークであったりとかオーソドックスな形の研修をしっかりやってます。ただあのワンウェイでコミュニケーションするんではなくて、しっかりと議論であったりとかそこの背景であったりとかそういったところはちゃんとお伝えをした上で、そして研修に臨んでいただきながら、で他の研修会社とやっぱり僕ら違うなと思っているのは、研修っていうのはたださっきお話あった PDC でプランニングで、あと現場で実践をしていただいて、その後チェックをちゃんとしていただいて、どういう評価だったのかということを上司の皆さんであったりとか職場の皆さんから評価をいただいて、そしてまた次のアクションにつなげていくというふうな形で、まあ、3ヶ月とか半年間のプロジェクトで皆さん従業員の皆さんの成長をちょっと促進をするというかですね、おかましいんですけれどもきっかけをお与えするというふうな仕事をしています。なるほど、はい、小林さんどうですか、研修自体は必要だと思いますか？私はあの最初のキャリア NTT ドコモだったんですけど、うん、やっぱりその時の研修で役に立ったことってすごいありますね。やっぱり社会人の基礎として、例えばこういうディスカッションの議論をまとめていくとかですね、あとはこう対人コミュニケーションの中で統計的にも間違いなくこの作法はやれた方がやっぱり気持ちいいよねみたいなところとかって、やっぱり知らないことってあると思うんですよ。で知るだけで実践しようと思う人はできるし、逆に知らないことで損するっていう機会を減らせるっていう意味でも私はすごく重要だと思います。なるほど。ブラスさんどうです、研修？まあ、僕は、うん、まあ、昔働いてた会社に入った時の、はい、もう一番最初にやった研修っていうのは、まあ、座学系の知識を入れる系の研修やったんですけども、その中で僕は、まあ、自分と例えば分からへん隣にたまたまいた子とこの問題ってどうやと思うとか、これってどう思ったっていう話を勝手にする中でその子と仲良くなって、その後例えばその子が自分よりも会社普通 の, あの仕事してる時に自分よりも先を行ってたらちょっと焦るっていう気持ちがあったりとか、まだその子が自分より遅れてたらまあちょっとまだ大丈夫かって安心があったりとか、そう同期の子とか自分の周りにいる人を知るという意味では必要やなと思うんですけども、ただそれをチャンバラだって言って それを知るためだけにやりますっていうのは、業務上の性格とチャンバラで出る性格ってなんか違う気がしてて、ウィルさん、はい、いらないですか研修は？そうですね、まさに今小原さんがおっしゃっていたように、あのリアルの業務っていうのと何でしょう、研修であるチームビルディングっていうのはやっぱり違うと思っていまして、なんだろうな、仕事の時はじゃあ誰がこの仕事をやるか、まあ、やりたくない人やりたい人いっぱいいると思うんですけど、その中でまあ誰かがやらないといけないって役割分担を決めたりだとか、なんだろうな、ゲームだと、まあ、ゲームはみんな楽しいのでやるんですけど、そうではないと実際の業務はっていうところと、あと、まあ、やってやるやらないだと、まあ、やった方がいいってなるんですけど、時間効率とかを考えた時にどうなんだろうっていうところを感じたりしますね、っていうのと、あとまあ、あと人事部の方ですとか、まあ、外部講師さんがやられているので、あんまり実際の実業を理解してない人がやってるので、なんか業務直結してないような気がしていると考えますね、っていうので、まあ、人事部さんの、まあ、仕事作りになってるんじゃないかなっていうのはちょっと僕は感じるところであります。どうでしょうか赤坂さん、このあたり人事部の、まあ、仕事の、まあ、見せ方っていうところでやっぱり研修って行われてるんじゃないかという意見。これはなかなか答えにくい、クライアントになるんですけど、まあでもやっぱあの結構我々の研修にこうご依頼いただける人事の方とかはかなりこう課題感お持ちとか、まあそもそもその飲食業でもうまだその本当にその社会人の基礎がちょっと曖昧で何なの会社ってみたいな感じの方々だったりとかして、そこにこうなんとかあのこう本当先ほどチームワークつけたいとかですね、そういったところもあるんですけど、まあそのただ一辺倒にその例えば本当に知識のこうインプットだけに特化したような e ラーニングとかそういったことだけでこう何のフォローもなく終わるような研修もまたあるのも事実だったりはするわけで、そういったところに関してはちょっとまた本当話が違うのかなという感じはしますね。古田さんどう思います？
はい、ありがとうございます。今ウィルさんのお話でおっしゃる通りで、僕はこの業界自体がものすごく大きな問題を抱えていると思っていて、そこの本質は何かというと、多分なんですけれども、その研修という評価が研修の満足度に依存してしまっているというところがめっちゃ大きな問題だと思ってるんですね。要するに研修受けました、赤坂否定するわけじゃないですけど、楽しかったんですよ、研修の満足度5とか4とかつくんですよ、だいたい 5段階評価、はいはい、でそうすると研修良かったでしょというふうな形になってみて、じゃあ来年のリピートも決まると。ただしなんですけど、成長とかその研修ってやっぱ痛みを伴ったりとか、深く考えたりすることであったりとか、普段の仕事がうまくいかないときに、例えばこういうメソトロジーがあって、こういう心理学的な背景があって、だからこうした方がいいんじゃないかってアドバイスを、一人では考えつかないことをみんなでディスカッションして、じゃあやってみようって現場でやってみる、そういうふうなスキームをちゃんと作っていけば絶対に結果が出ると思います。あとはウィルさんのおっしゃる通りで、だからこそ専門性ってすごい大事で、ただ単にある種パッケージをですね並べたことを言うだけではなくて、お客様にもうしっかりと入って、お客様の業務をちゃんと知って、お客様の言葉で語る、こういったことをやっぱりこの業界がやっていかないと、この業界は廃れていく、その根本的な問題っていうのは研修の満足度で受講者だけに評価をしてしまう。ウィルさんが実際にこう、はい、どんな研修を受けたかっていうのを教えていただけます、はい、そうですね、受けた研修としましては、いろんなタイプの研修があるんですけれども、実地研修、e ラーニング問わず幅広くやってるんですけれども、何でしょうね、どれも結構端的に言うと、内容ちょっと薄い研修なんですよね。ざっくりと、例えばコンプライアンス大事だよねって、そんなの別にもう現場で分かってるし、労働管理ちゃんとやろうねっていうのは分かってるんですけど、その中でも業務が逼迫してるから過ぎちゃうとか、そういう思考なので、ダメだよって言って収まるとか、それだから人事がダメだよって言ったっていう口実作りになってるんじゃないかなっていうのはすごく思いますね。なるほど。逆に人事部が悪いですね。そうですね。ちょっとこれウィルさん、これ同じ会社でこれ全ての研修ということですよね。転職したりしてるので、でも概ね大体どの会社でもこういう研修はやりますね。大体どうです、やっぱりコンプライアンス研修って受けるべきですか。いや、だからその研修って言った時に、その幅広くね、例えば昔のみたいに高度経済成長期のもうちょっと前ぐらいみたいに、とりあえず労働者の数が必要だって言って、資質を能力をどんどんみんなね同じような研修受けてもらってっていうことと、個人のね、やっぱさっきもちょっとありましたけども、コア人材、将来のリーダー層、幹部層を育成をしていくための個別のその研修って、これまた別の話じゃないですか。で、多分意味がないなっていう研修はそのエリート、要はちょっと言い方申し訳ないけど、いや、コア人材で将来の幹部候補リーダー層の人にはもうちゃんと充実した研修をやっていくっていう話なんで、それは全員がね、うわ、すごい将来期待されてる研修とか、すごい自分に合ってる研修とはならないのは、そういうふうにやってるってことなのかなっていう気がするんですけど。ちなみにビルさん、さっきビルさんが言ったような問題をこう、はいに対応した研修があるなら、それはあっていいんじゃないかって思います、そうですね、問題に対応しているような、実業にちゃんと触れるような研修ですね、例えば営業が出てくるような、トップ営業が出てくるような研修ですとか、建設業界だったら現場監督が、リアルの声をやるような研修ですとか、そういったような本当に実業、その会社のコアの売り上げに直結しているような事業の理解を深められるような研修だったら意味があると思うんですけど、結構人事部さんあんまりこう突っ込んで勝負しに来てないっていう感じがしますね。なんとなくいい感じの資料、しかも長いんですよね、資料が長くて、ほら読めよって、でも現場忙しいんで、それ読んでないんですよ。ポチポチ押して、はい終わりましたで、テストやって、テストは、はいっていうのでやってて、そうです、それで受講率 90% とか、受講率 100% とか、そういうので満足度も結局満足したってやんないとまためんどくさいんですよ。なんかそれ理解してないってことみたいに言われて、その自分の部署の上司がまた人事部から言われたりしてめんどくさいんで、大体みんな理解しました、満足ですよ、つけるっていう。さっきのお話とかもやっぱ個々のスキル自体って高めようと思う方ってやっぱモチベーションが鼻から高いんですよ、なのでちょっと私がちょっと考え方違うのは、モチベーション高い人ってぶっちゃけ研修いらないんですよ、何してもね、はい、でも会社ってやっぱものづくりでは何でもそうですけど、残りのその2割ぐらい立ちて8割がちゃんと機能的に動くかとか、なんかこう2割のエースをちゃんとサポートするかとか、そういったところもめちゃくちゃ大事じゃないですか。でそれって結局接点の数
の話で、私研修ってやっぱ一つ一つのこう成長っていうところももちろん大切なんですけど、やっぱその接点の場をどれだけたくさん持てるかで、やっぱ離職率とかこう本当に採用より定着って僕らも言ってるんですけど、そういうところのこう比率がやっぱ変わってくるっていうふうにはやっぱ思ってまして。ウィルさんどうですか、ここまで話聞いてどんな研修だったら受けたいとかありますか。そうですね、研修っていうと、まあそうですね、さっき申したように業務に直結してくるような研修なんですけど、うん、まあ、一つちょっとなんか僕からこう言いたいのは、ちゃんとその意味のある人材に届いてるかっていうのは伝えたくて、結構ね、特に大企業とかの暇な人がいっぱいいるんで、その暇な人があの時間を消化するための研修になってないかと。で、暇な人はあの資料をちゃんと重箱の罪のだから全部見れるのであのいいんですけど、現場社員別に暇じゃないから、もう現場社員には届かずに暇な人がこうなんだろうな、こう暇つぶしに使うような研修になってないかっていうのはすごく心配というか、まあ、そうなってるんじゃないかなと僕は思ってます。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。